歌のホームランは1980年7月から1985年12月まで石川テレビで放送された音楽番組。いわゆるちびっこのど自マン番組。石川県内の小学生が歌を披露するという内容。小学生が主役の番組として石川県内の多くの小学生の人気を集めた。 正式タイトルは ITG 子供スタジオ歌のホームランだった。放送開始当初は視聴率平均25%を記録し、県内屈指の人気番組として知られた。歌のホームラン復活特番の公開生放送が行われた金沢市文化ホール2011年8月13日、新しいデジタル放送の幕開けとともに帰ってきた歌のホームランが、 金沢市文化ホールから公開生放送された。司会は稲垣慎一と安田真理アナウンサーが担当、原口明正と山本明がゲスト出演した。地上デジタル放送のシステムを存分に駆使し、12時14時の生放送のうち、前半の12時58分までは 081CH とワンセグで本編を放送し、082CH で、 本編の舞台裏を放送した。2019年4月6日に、石川テレビ開局50周年特別番組加賀から、のとまで、石川115万人ありがとうテレビの番組内で、当時歌声を披露した親子2組が、およそ40年ぶりに再結成し、過去の映像とオーバーラップしながら懐かしの名曲を大合唱し、2度目の復活を果たした。ありがとうございます。